います。わあ、全部違う、微妙に違いますから。はあ、さあ行きましょう。味見5番。はい、どうぞ。まな板賞。違います。まな板賞。はい、行こう。出たよ。お、1番。え、1番。1番。たた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 た。いって。いってよ、お前。まずいよ、もう。もう痛い、もう。まずいよ。お前。何なんだよ、いっつもよ。いやお前、まあ、言ってんだよ、お前。もう私だって痛いわよ、だってもう、前見た。いや、血が出てるじゃない、もう。まあ、うっせえな、お前、それ、前がぶつかってきたんだ。だって血が、すごい深い傷じゃん、まあ、これ。何十杯も塗らなきゃいけないかも。もう、お嫁に行けない。うっせえ、当たり前だろ、お前も行けないの。その当たり前じゃねえか。まあ、お前どうすればいいの。ああ、お嫁に行けねえよ。だから、俺がもらってやるよ。誠くん、誠くん、誠くん、え、で、名前が分かるはずがないこんなもう、その前の完成でどうなることか上田がゲラゲラ笑ってましたよあんたの、あんたの失敗をゲラゲラ笑ってましたもう、さあ行きましょう。はい、ほんとじゃ4番4番松添さん一家じゃあ、ようそんな決めつけありますけど、何の根拠で舛添さんいかな。似てる、似てますから。誰、舛添さんってテレビ出てる？あの政治家の。誰？政治家の舛添さんです。どこに似てるの？似てるじゃないですか。違うか。違います。あ、上だ。4番。4番。まあ、新しいシャツが欲しいんですけど。違います。あ、ジミちゃん、ちょっと口開きすぎです、口開きすぎです、はい、調子くださいね。あ、ジミちゃん3番。3番まとまった料理。えなんてまとまった、僕理由は言えないです。理由は言えてんやん、はい、まとまった料理。違います。はい、どうぞ。はい、皆さんも4番4番マッサージしましょうか。なんで西川きよし師匠やん、それ。マッサージしましょうか。あ、あ、ありて。五番。五番。いや、まあですけど。なんか人生全然ダメだから。まあ、よかったら占っていただきたいんですけど。はいはいはい、いいですよ。はい、じゃあ見ましょうか。はい、おばあちゃん。あなたちょっと手出し。ああ、これダメだ。え、これはもうね、まあ、人生もうどん底の時期に入りました。今さあ行きましょう。じゃあもうどうしようもないんですか。まあ今はきついね。さあ行きましょう。まあ、ただね、ただあなたの肌、うん、諦めないで。マヤミキか。マヤミキ、あ、とても面白いんですけど、これからできた時は2回だけ答えるだけにして、あとはお休みということで、すいませんが、こちらも受け入れた方ですから、言うこと聞いていただいて、すいません。わかりました。さあ、どうぞ。いやー、でも、たけしさん、さんまさんとスマップでこれやらせてもらうのは、96年に1回あるんですよ。もう、俺は覚えて、俺ははっきり覚えてられん。なんか、歌ボタンを押したら歌を歌う。大喜利をやらさせてもらいながら。俺は一生忘れない、あれは。あれは僕なんかも忘れなかったよ、ね。あれはもう俺もお前らすごいなと思った日やからな。これまたええ話になってしまうから。18年前ですからね。これはやめとこうか、ええ話になる。やめなさい。言ってください、いい話。いや、俺はだって怪我して聞いたぐらいやで。そうです、そうです、そうです。あ、たけしさんがそうか。怪我してチタンが入ってる時だ。あの飛びの歴史を書いた時だ。もうテレビでは言ったことないんですけども、今日は言うわ。じゃあマジで。どういうことです。お前ら24時間テレビ初めて俺と一緒にした日のこと覚えてるか。27時間テレビですか。27時間テレビ。はいはい、あの時に、俺とたけしさんとスマップで最初で最後の絡んだことがあったのよ。お前ら忘れてるかどうか知らんけども。全然覚えてますよ。すごかったですあれは。さあ、スマップのメンバーがとうとう、出てきました。
皆さんこんばんは。え、あ、こっち。皆さんこんばんは。これから、頑張りたいと思います。稲垣です。おやすみなさい。寝てどないすんねん、これからやねん。こんばんは、草薙剛です。どんどんトークしていきたいと思います。最後。皆さん、やば遅くすいません。慎吾です。やってるよ、マジで。今いいなぁ。いいよ。スマップ相手に。そう、スマップ相手にこれ。みんなで営業行かないかい誘ってこないでやる。FNS の日。そう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 。F。うーん N 塗り絵をやめましょうこれねそれで SMAP ってまだ信用してなかったわけですよ。俺はお笑いをどれだけ分かってんのか分からなくって、俺がね30分前によろしくお願いしますって来た時に、あれね、あ、覚えてないかな、振り、何の歌か頑張りましょうです。頑張りましょう、はい、頑張りましょうのヘイ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 、はい、ヘイヘイガールですね。ヘイヘイガール、ヘイ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 じゃ呼びっぱなしですからヘイヘイヘイガールですね、はい、ヘイヘイガールのところを、はい、面白くないネタの時にその CD を入れてごまかしたいって俺が言ったのよ、はい、それでそこ振りあるかって言ったらないって言ったのよ、はい、俺今でも覚えてるのよ。ないって言った、え、ないのかあそこ、頑張りましょうのとこ振りないのかって言ったら、ないんですって言った。あ、ほんならええわ。ほんなら本番10分ぐらい前にもう一遍来て振り作りましたって君らが言ったのよ。そんなことありましたっけ。それで本番間に合ってそこが結構ウケたのよ。スポーツ小話、おお、いいですか、うん、これは面白いですよ。松井選手、うん、今日は何時から練習ですか、うん、ゴジラ頑張りましょう。すごく強いボクサーが、まだ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 だよ。まだ言ってないって。カトリって言った瞬間に音楽出てほしかったな。そうだね、じゃあカトリ君、はい、まだ言ってないですよそれでね、あ、彼らはすごい、スマップはこんなに笑いに対して真剣だということをね、ちょっとちょっと、ブサソウルブラザーズの皆さんに歌っていただきます。曲は J ソウルブラザーズ流星の替え歌でブサイクです。どうぞ。物語の始まりは3月上旬、某ダンススタジオに選ばれしブサソウルメンバーが集まっていた。今回彼らが踊るのは3代目 J ソウルブラザーズの流星。1日4時間にも及ぶダンスレッスン。きついな。想像以上に複雑なダンス。所詮ブサイクには無理なのか。それでも彼らは諦めない。来る日も来る日もダンスに明け暮れた。それは替え歌王で優勝するため、そして全国のブサイクに勇気を与えるため。ブサイクでもかっこいいというところを見せたいと思います。今回はマジで優勝狙ってます。今回本当マジで。そんなブサイクのためについに本物が動いた。エグザイルの弟分、3代目 J ソウルブラザーズ。昨年日本レコード大賞受賞、今最も勢いのあるグループ。その中でパフォーマーの一人山下健二郎は中心的な役割を担っている。そんな本物の J ソウルブラザーズからこの日3時間にわたってダンスを教わったブサソウル。さらにブサソウルの魂に感動した山下は、ここから皆さんに魂を受け継いでほしいということで、おー、すげえ、3、2、1、2。 J ソウルの技とソウルをブサイクが引き継いだ。
ボーカルのブサイク2人を加え、7人の最強のブサイクが替え歌に挑む。狙うは優勝のみ。3代目ブサソウルブラザーズ。